ヨーティオンレイは、マレーシアの実業家。彼は、建設、公共事業、ホテル、不動産開発、テクノロジーを手掛けるマレーシア最大の複合企業、イティールコーポレーションを創業した。イテールは、主に、マレーシアを基盤としているが、アジア、オーストラリア、イギリスにもビジネスを拡大している。イギリスでは、水道の公共事業を行っている。 ウェセックスウォーターを保有している。ティエルコーポレーションは30億米ドル以上を現金で保有している。復権賞金門島系の家人3世として生まれる。ティオンレイはマレーシアセランゴルシュール州クランの教科中学で中等教育を収めた。彼はマレーシアで最も豊かな富豪の一人であり、彼の家族は2015年5月の時点で28億米ドルの 純資産を保有していると見積もられている。彼は、マレーシア日本間の関係構築に尽力したことにより、2008年1月19日、日本の天皇から朝日中受賞を授与された。彼は現在、サバ州小滝ナバルにある、マレーシア大学サバ校の副総長を、サバ州首相のムーサーマンと共に務めている。彼は、フランシス用の父親であるが、 フランシスは7人の兄弟姉妹の長兄であり、すべての兄弟姉妹たちが、ファミリービジネスに関与している。2017年10月18日、家族に見守られながら亡くなった。なお、長男のフランシスは、福音派のクリスチャンとなっている。ETL コーポレーションハット、ヨチョングレイ。ホーブス、2015年5月15日閲覧。ありがとうございます。